もしもし、ギー。ごめんな、遅くに。ううん、そっちは今何時？こっちはまだ昼前だよ。そっか、もうすぐ会えるね。ああ、そっちに戻って匠に会ったらまず何しよっかな。何って？やっぱり匠を押し倒すかな、寮の新しい俺の部屋のベッドへ。楽しみにしてろよ、匠。ギー、彼を思い描くだけで僕の気持ちは落ち着かなくなる。切れ者で強者の大財閥の御曹司、その上華やかな要望、奇跡のような存在。未だに信じられないくらい僕には過ぎた恋人。いよいよ今日から俺たちも3年だな。なんか信じらんないよ。どうして？去年の3年生たちやけに感覚あったじゃん。なんか負けてるよな俺たち。そう？うちの学年だって勢ぞろいだと思うけど。例えば大きいとこ？え？ううん、それだけじゃないよ。他にも若い客の役楽もいるし。そりゃね。でも俺なんか新入生に舐められそう。舐めたいなら勝手に舐めさせておけばいいよ。久しぶりに出ました、匠的発想。なんだよそれ。マイペースというか強気というか周囲に関心がないというか。年下か気にすぎなんだって。あ、そうそう、ギー階段長就任おめでとうなんだって。うん、だから今日一人で投稿したんだ。確か入寮が一日早いんだよな。うん、階段長ってその階の生徒たちの責任者だろ。入寮前から打ち合わせとかいろいろあるみたいで。でもその分階段長はこれから1年間豪華な個室生活って特典付きだもんな。部屋がダメならせめて同じクラスが良かったな。そうだよな、2人気が合ってた同士、離れると寂しいよな。もちろん年下と別れた時だって寂しかったよ。そう。ミス君って一体どんな人なんだろう。あ、葉山先輩。君確か2年よ。どうも、新行司兼光です。どうして君がここに？ああ、新田さんに頼まれて。終わったか、新行事。終わったかじゃないよ。手伝ってって言うから来てやったのに、俺ばっかりにやらせて。そういうのって手伝うっていうよりさ、代行って言うんじゃないの？でも俺の荷物触れて嬉しかっただろう、新行事。ああ、すっげえ嬉しかったよ。
喜びのあまりに洋服全部つばつけといてやったからな。じゃあもう行くから。なあ早野。え？あ、何？俺勝手にこっち側にしたから、お前そっちでいい？うん、去年もこっち側だったから慣れてるし。でもベッドの位置が去年と同じだからって、夜中に寝ぼけて俺をサキと間違えたりするなよ。葉山ってサキとできてるんだろ？ダメだな、こういう時は嘘でも表向きは否定しないと。否定しろって言ったって。まあこれから1年間同室なんだから、うまくやっていくためにも極力隠し事はなしってことで。はあ。じゃあミス君も今の新行寺君と付き合ってるんだ。でもできてるわけじゃない。あいつはどうでも、俺は新行寺に恋してるわけじゃないからな。俺の方はともかく、葉山は咲なんかのどこが好きなわけ？え、どこって？考えなきゃわからないのか？違うよ、全部って言ったら好きな身かと思って、もうちょっと気の利いた答えを出したいんだけどね。本当は？全部、全部好きだよ。おめでたいやつだな、葉山。別にめでたくない。今のは嫌味だ。他人に干渉しない、踏み込んでこない、いたずらに知りたがらない、無責任な噂話はしない、同室の相手にはちょうどいい。つまり俺は葉山と同室で喜んでるというわけだ。ともあれ1年間よろしくな。僕は思った、今年は今までで最高に、いや最悪に前途多難な1年になるかもしれない。よりによってあのミスと同室か。面倒なやつと同室になったな。ミスのやつなぜかやたらギーのこと煙たがってるからな。え、そうなの？ああ、まあミスもギーとは違ったタイプで人気があるからな。へえ、そうなんだ。相変わらず葉山はそういう情報に疎いな。別に興味ないし。ギー以外はか。で赤池君、僕の様子伺いに来たのはまたギーに頼まれて。葉山、まだギーに会ってないのか？うん。そうか。なんで？春休みなんかあったか？特には。ギーはニューヨークに行ってたけど、毎晩のように国際電話で話してたし。何か変わった様子はなかったか？ギーに？どういうこと？最後にやつと話したのはいつだ？一昨日の夜、帰国したからって。それだけか？それだけって、あのさ、さっきから何なわけ？議員に何かあったってこと？あ、いや俺の取り越し苦労なのかも。ああ、もうイライラしてきたな。話してよ。この際葉山、意思表示はっきりしてきたな。いいから教えてって。あいつ視力落ちたか？視力？メガネかけてた。え？髪の毛も妙にさっぱりしててな、一見別人。え？態度まで妙にさっぱりしててな。何それ？まあ変わりがないなら別にいいんだよ。じゃあ。それ僕の。
どういうことだろう。ギーがメガネ。でもまあいいか、会えばわかるんだし。あ、葉山くん、ちょうどよかった。じゃあ葉山くんもギーの変化には思い当たる節がないってこと？うん。そっか。いやほら、葉山くんってさ、ギーと仲がいいから君に聞けば何かわかるかなって思ったんだけど。そういえば野沢くんも2階の階段長だったよね。ああ、3階がギーで僕が2階で1階が矢倉で4階が吉沢だ。あ、野沢先輩に葉山さん。二人して何こそこそ話してるんすか。さっきの新行寺兼光ですって覚えてくださいよ葉山さん。じゃあ僕はこれで。あ、葉山くん、何か分かったら教えてくれないか。うん、分かった。じゃあ僕もこれで。冷たいな葉山さん。俺を一人ここに残す気？でも行くところが。ねえねえ葉山さん、どう思う？新田さんのこと。新田さんって？ああ、ミス君の。そう、新田さん葉山さんにバラしたでしょ。俺と新行寺は体だけの関係ですって。いや、そこまではっきりとは。しょうがないんだな、こればっかりはさ。でも、いいの？そんな立ち入ったこと、知り合ったばかりの僕に喋っちゃって。だって、新田さんが許しただろ。新田さんが信用した人は、俺も信用する。よっぽど好きなんだね、ミス君のこと。ベタボレ。葉山さんは、新田さんのことあまり好きじゃないんだ。え？いや、好き嫌い以前に知らないし、それに。それに新田さん、葉山さんの仲のいいギー先輩のこと嫌ってるもんな。ほら、あの人は猫かぶりだから。それこそ何枚も何枚も猫かぶってて、だからその分ストレスを容赦なく俺にぶつけてくる。ふーん、甘えてるんだ。俺、葉山さんのことすっごく好きかも。え？乗り換えようかな。葉山さんとギー先輩ってただの仲良しなわけ。え？でもギー先輩って敵に回すとヤバそうだもんな。ヤバい？どうして？どうしてって、ギー先輩って寛容だけど冷たいじゃん。ルール重視っていうのかな、ルール通りに近づいた人にはリスクも辞さないって感じで厄介なことまで引き受けちゃったりするけど、不用意に近づくやつとか下心のある連中とかには眼差しで一別するんだってさ。それに新学期開けたらあだしな。あって、新行寺君ギーに会ったの？だってほら、ギー先輩俺ら3階の階段長だよ。高嶺の花のギー先輩に話しかける口実がやっとできたわけじゃん。まさにチャンス到来、行けって感じでみんなで3階のゼロ番訪ねちゃったりしてさ。それでギーはどうだった？ところがギー先輩、俺たちの浅はかな行動なんてお見通しでニコリともしないの。もともと雲の上の存在で近寄りづらいとこあったけど、去年はあそこまで冷たい雰囲気じゃなかったような気がするんだよな。春休み何かあったか？ギー、一体どうしたって言うんだ？じゃあ葉山くんもギーの変化には思い当たる節がないってこと？早く会いたい。ギどうしたんだ、たくみ。
アメリカ帰りの俺にアメリカ式の挨拶をしてくれるなんて光栄だな。ギー、部屋に訪ねに来てくれたのか。え、すまないが、またすぐ行かなくちゃならないんだ。悪いな。ギキスをされたのは初めてだ。アメリカ帰りの俺にアメリカ式の挨拶をしてくれるなんて光栄だな。ただの友人への挨拶でしかないキス。キー、どうして、どうしてだよ。葉山ってさ、自己表現がド下手だな。え？もしくは人間接触嫌悪症だ。人間接触嫌悪症？俺が今勝手に作った病名、なかなかうまいだろ。頃の僕は誰に対しても心を閉ざしていた。ギーと同室になって過ごした1年間、ギーが僕に注ぎ込んでくれた愛情が僕を変えてくれた。きっと、きっと何かあるんだ。キーがそうしなきゃいけない理由。
どうした、たくみ。まだ片付いてないが、よかったらどうぞ。うん。さっきは悪かったな。ううん、なんか飲むか。うん。そっちに戻って匠に会ったらまず何しよっかな。やっぱり匠を押し倒すかな。寮の新しい俺の部屋のベッドへ。楽しみにしてろよ、匠。ギー、どうして誰の目もないのに、どうしてそんなに冷静に僕から距離を置くの？どうして抱きしめてくれないの？どうしてキスしてくれないの？どうして僕に近づいてくれないの？その体も、その心も。ギー、どうして？どうぞ。ありがとう。ギー、なんだ。ギーってそんな目悪かったっけ？まあな。あ、悪い、ミルク切らして。そんなのどうでもいいよ。驚いたな、急に叫ぶなんて。驚いてるのはこっちだよ。この仕打ちは一体なんだよ。クラスも部屋も別々になったら、これまでのこと全てリセットされちゃうのかよ。ねえ、外してよそのメガネ。そんなにこれにこだわるなよ、おかしなやつだな。だって別人みたいじゃないか。本人だよ。覚えてる？ギー、去年の今日ギーが告白してくれたんだよね。ああ、あって。それだけ？たくみ、この際だ、俺も匠に話がある。え？新しい環境になれるまでしばらく二人きりで会うのをよそう。今までとは立場も役割も大幅に変わったからな。早く状況に順応するためにもその方が互いにいいと思うんだ。なら勝手にすればいい。ギーが近づくなって言うんだったらそうするよ。話しかけるなって言うんだったら二度とギーには話しかけない。この部屋に来るなって言うんだったらどんなことがあったって尋ねたりしない。ギーの言うしばらくがどれくらいの間なのか知らないけど、卒業するまででも卒業してからでもずっとでも僕は構わないよ。匠、俺は何もそこまで。部屋見せてくれてありがとう。おい匠、近づくな。
葉山。どうしたんだ。しばらく二人で会わないか。あいつは何をするにも覚悟の深いやつだからな。捨て身というか何というか。それにしても売り言葉に買い言葉とはいえ、葉山も相当な負けず嫌いだな。だって本当に会わないつもりか。僕がどんなに会いたくてもギーは絶対に会おうとはしないさ。一度言ったことは絶対に負けないじゃないか。ギーはこの一年でだいぶあいつを把握したな。無関心の塊だった葉山にしては大した進歩だ。いちいちナーバスになってられないじゃないか。そんなだったらギーとは付き合えないよ。たくましくなったな。頼もしい友人がいたからね。おかげさまで。これを見てほしい。名簿？ああ、あさって入寮する新入生の名簿だよ。階段長は前もって学生全員の名簿をもらってるから、野沢に頼んでコピーさせてもらった。昨日配られたそうだ。で、この名簿が何？この名簿を見ると議員の変貌の理由をなんとなく推理できるんだけど。ごめん、全然わかんないよ。つまりこういうこと。ここにね、半端なくとんでもないメンバーが揃ってる。いいか、葉山でも知っていそうなメンバーからいくと、一の A のおつこつ物産の御曹司おつこつ頼彦、同じく多瀬コーポレーションの御曹司多瀬宇月、一の C の長里音響の長里一、同じく日のビルの津森清康、それから B 組の太陽食品の袖師道博、呉服の桔梗屋の桔梗屋東吾、それに待って、赤池くん、他にも茶道の家元やら弁護士の息子に大臣の血縁ってのもいる。学生のグレードがいきなり2ランク上がった感じだな。しかも学生個人のレベルというより実感のレベルか。入試創設だったみたいだぜ。指導開校以来の競争率で。それってもしかして議員のせい？今年を逃すと議員にはお近づきにはなれない。故に親からの密命を受けた両家の息子はどっさりってわけだ。まさか議員をめぐって今年一年壮絶バトルになるのは間違いない。それはあいつが一番よくわかってる。そのバトルに、ね、大切な葉山を巻き込みたくない。だからあいつはあんな風に変わった。葉山を守るために。でもストップ。自分は平気だって言いたいのか？うん。去年だってギートのことでひがまれて音楽堂に閉じ込められたり、ガラスの破片で刺されそうになったり、いろいろあったよ。でもそんなの僕は。でも今年は違う。敵は一人や二人じゃない。しかも家柄も勉強も優秀な奴らが相手だ。自分の望みのためなら
親の力を使ってでも何振り構わず攻めてくる。だからこそギーがあそこまで警戒してるんだろうさ。そんな、ギーの行動を葉山思うがゆえのこと。でも俺はギーに少し異を唱えたい。え？もちろんギーがあそこまで警戒するのは構わない。でもそれなら俺たちみんなでスクラム組んで対応していけばいいんじゃないかって。俺はそう思うんだよ。あいつは何でも一人で大きな荷物を背負おうとする。ギー、おい、どうしたんだ匠。またすぐ行かなくちゃならないんだ。悪いな。僕だってギーの力になりたいよ。葉山には無理だ。そんなことない。なら葉山、ギーの前であいつのこと嫌いなふりできるか。シャレでも無理だろう。とにかくギーは今誰とも均等に距離を保ちたいと考えてる。恋人も親友も相棒の存在も。その証拠にこの俺も同じ扱いだ。赤池君も。ただこういう状況を察すればギーの行動は理解できるし俺も平気だ。でも葉山は違うだろ。僕は何もできないのかな。とにかくしばらく奴を見守ってやるしかない。あいつだって葉山なしでは相当きついはずだ。限界が来ればきっと SOS が出る。その時はすかさず奴を救ってやろう。出すのかな SOS。 出さなきゃ強行突破。無理にでも出させるさ。つまり奴から勝手に荷物を奪ってしまう。それをみんなで分け合って奴の荷物を軽くしてやる。そうして葉山にギーを返してやるよ。赤池君、俺たちの力を舐めてるあいつにちょっと思い知らせてやらないとな。うん。それじゃあ協定成立な。葉山、握手。ありがとう。これもらっておくね。そんなびっくりするなよ。驚かしたわけじゃないんだから。年下野沢が呼んでるよ。部屋に来てくれって。え、作戦会議。何の？ギー対策に決まってるじゃないか。店は中にいる。さあ。こんばんは。いたいた。店、作戦会議付き合って。作戦会議。葉山、どうした？顔色悪いぞ。いや、なあ、ギーのことで店にも知恵を借りたいんだ。
ギー、なんで俺が。頼むよ。葉山も参加するのか。当然、匠がいないと始まらないって。どうだかな。葉山、お前は部屋で寝てろ。大丈夫だよ、寝てなくても。僕もな、大丈夫だよな。匠、ちょっと腕が。怪力で掴むな、片倉。葉山の腕が折れたらどうする。ほんと自覚のない馬鹿力ほど始末に負えないな。ごめん、痛かった。大丈夫、匠。大丈夫だよ、俊さん。大丈夫。もしかして、お前。片付け。終わってないだろう、葉山。ちゃんと終わらせないと今夜はベッドで眠れないぞ。で、片倉、作戦会議とやらはどこだ。野沢の部屋だけど。でも。じゃあ行こう。俺、片倉俊久。1年生の間は同室だけど、よろしくな。あの、葉山。ごめん、別に悪気はないんだ。ごめん。あの頃と同じだ。誰かに近寄られただけで本当しそうな、あの感覚。新学期になりました。皆さん、進級おめでとうございます。私も心から嬉しいです。さて、3年生になったからにはこれまで以上に学業に励んでください。そして将来のことを具体的に考え、しっかりと前を見据えて頑張ってください。だからあいつはあんな風に変わった。葉山を守るために。とにかくギーは今誰とも均等に距離を保ちたいと考えてる。恋人も親友も相棒の存在も。赤池君の言った言葉の意味はわかる。今の僕が現実として直面しているのは、僕を見ないギー、僕に話しかけないギー、僕から遠く離れたギーなんだ。みんながどんなに慰めてくれたって、ギー、こんな不意打ちは卑怯だよ。としっさ、ごめんな。昨日は気づいてやれなくて。ほら、お前のその検温症。あ、
俺鈍感だし詳しいこととかよく分かんないけど、俺にできることがあったら言ってくれよ。ほら部屋クラスが分かれても俺たちそれだけじゃなくなっちゃうって、なんかやっぱり寂しいじゃん。トシヒサ、スミさん、俺タクミのこと好きだから。え？いや、親友とかってよくわかんないけど、俺タクミのこと大事だし、部屋が変わってもクラスが別になっても、それこそ卒業してもずっとずっと友達いたいし、てか、なんていうか。ありがとう、トシヒサ。この日、ギーは見舞いに来なかった。眠れないのか。おい、ギー、起きろ。どうした？ぼーっとして。夢見てたんだ。すっごいいい夢だった気がするんだけど、思い出せない。夢も結構だけど、421号室また揉めてるぜ。葉山と片倉が。片倉はともかく葉山の方が。部屋が真下の上級生組と適当に謝ってあしらっちゃえばいいものを。あの葉山が、あいつ何でもかんでも受けて立つからな。先輩方、あんまりしつこいと反撃させてもらいますよ。あの頃の匠は誰に対しても心を閉ざしていた。まるで全てのものを拒絶するかのように。そんな絶望的な片思いがやがて報われる日が来るとは夢にも思っていなかった。だけどあの時確信した。
風が強くなってきた。そろそろ窓を閉めた方がいいんじゃないか。そうだね、そうしよっか。新入生のチビさんたち、無事入学式を終えたみたいだぞ。チビさんども予想通り相当浮き足立ってたみたいだぜ。ギーニ、葉山、昨日始業式を休んで一日寝込んでた割には顔色が悪いな。葉山、何？相当重症だな。そんなことないよ。今日はホームルームだけだし、部屋で寝てた方がいいんじゃないか。大丈夫だって。ごまかせると思ってるのか。え？どこを触られたい？相当重症だな。
いい。さっき待っててって言ったじゃん。そんなこと言ったっけ。言ったよ。言ってない。言った。言ってない。言ったよ。言ってない。言ったよ。言った。言ったんじゃん。ちょっとあなた葉山匠さん。そうだけど、お前らさ、先輩に対してその態度は何かな。一年坊主。何。葉山さんに触るなんて100億光年早いんだよ。それより葉山さん、体もう大丈夫ですか。うん。お前ら何様のつもりだよ。俺のパパに言えば、お前たちだった。君たちのパパが誰だろうと関係ない。指導の中には指導のルールがある。そうだよ、指導はな、年功序列が厳しいんだよ。よく覚えとけよ、一年坊主。なんだと。それとも実力講師のお好みか。いいよ、怖かったから。お前行こうぜ。ざま見ろ、一年坊主。大丈夫か、葉山。うん、葉山さん、これであいつらもそう簡単にはちょっかいかけてきませんって。そうだな、犬のしつけと同じ。最初の一撃は肝心だ。ああ、葉山に下手にちょっかい出そうものなら、怖いのは崎義一じゃない、俺たちだってこと。葉山だけではなく、義にしろ誰にしろ、そう簡単に利用なんかさせるかよ。ありがとう、赤池くん、水くん、新居寺くん。葉山、お前大丈夫だよ。僕は大丈夫だよ。強くなったな、葉山。ここで流されてしまったら、ギーが僕に注ぎ込んでくれた愛情がなかったことになってしまう気がして、嫌悪症を治してくれたのは他の誰でもないギーなんだ。だから僕は負けない。ギーが治してくれた嫌悪症、絶対に再発なんかさせない。お前、ギーのことそこまで。それだけじゃないよ。僕はもうあの頃とは違う。ギーと一緒にいることで大切な仲間ができたんだ。葉山、だから僕頑張る。どんなことがあっても頑張るよ。ああ、頑張れ葉山。うん。お前やっぱりそういう顔してる方がいいよ。ありがとう、赤池くん。はい。まさかの来客だな。うん、これが階段長の部屋ね。階段長も悪くなかったな。個室ってのは楽でいい。ああ、水は匠と同室だったっけ。俺がいたから見舞いに来なかったのか。見舞い。情けないね、部屋が離れたくらいで
恋人のコンディションも分からなくなるなんて。それにお前のそのニュースタイルも評判は非常によろしくない。店には関係ない。それはそうだ。俺もお前の評判が地に落ちようがどうでもいい。ただな、一言忠告したいんだよ。サキ、お前葉山を守るつもりで裏目に出てる。そのこと分かってるのか。どういうことだ。から始まったのに取り壊されちゃうんだ。お前が一人で一体何にそんな警戒してるのか。そんなもんは今年の新入生のメンツを見ればあのバカ新行事だって分かるんだよ。そんなに葉山のこと大切か。黙るなよ、サキ。帰ってバレバレだ。どうせお前みたいな単純バカの考えることはたかが知れてる。葉山とお前が全くの無関係な存在になったと周囲に思わせるまでこの孤独な状態を続けるつもりだったんだろう。ひとえに葉山への恋心ゆえ。好きに解釈すればいい。でも思わぬ弊害が出るとは予想していなかった。弊害？せっかく誰かさんが直した嫌悪症復活してるぜ。けなげにもひどくならないよう一人で必死に戦ってるがな。まさか再発したのは先に振られた当日のことだ。振った？俺が？敵を欺くならまず味方から。ご立派な戦法だが相手を選んでからにしろよ。何の約束もなしにそんな態度取られた。葉山の目にはただの裏切り行為にしか映らない。先、お前が葉山の嫌悪症を治したんだろ。それくらい葉山にとってお前の存在が大きいってこと。わからないのか。ミス、どうして俺のことに首を突っ込む。お前俺のこと嫌いじゃなかったのか。大嫌いだよ。でも俺は葉山のことは気に入ってるんだ。嫌だとか嫌いだとかマイナスのことだけはやたらとはっきり意思表示していた。昔の笑わない葉山をな。屈折したやつだな。でも笑ってる葉山も悪くないと最近気づいたんでね。もし咲がこのままやり方を変えないなら恋人失格だ。葉山の嫌悪症今度は俺が治す。それでもいいなら勝手にしろ。
去年キーに告白された場所。閉じ込められたみたいだな俺たち。さき、お前が葉山の嫌悪症を治したんだろう。それくらい葉山にとってお前の存在が大きいってこと、わからないのか。灰色の雨が頬を伝う、あなたがいないこの世界、もっと愛を注げたのなら、ララスレチアラタさん、これでさっきも分かった。やっぱりここだったか。
悪かったな。え？見舞い行けなくて。いいよ、そんな大したことなかったから。すまなかったな。いいんだ、あれはただの条件反射なんだから。俺は恋人失格なんだそうだ。え？匠を追い詰めるような真似をした。わざとじゃないじゃないか、ギー。でもな、匠。もういいよ、ギー。そうじゃない。俺はお前の変化に気づいてやれなかった。それはしょうがないよ。いや、俺は最低だ。ごめん、匠。僕の方こそキイの気持ち何もわからないで当てつけがましいことばっかり言って、僕も前から謝りたかったんだ。ごめんね、ギー。なあ、匠。うん？やっぱり俺間違っていたのか。うん。でもな、たとえ間違っていたとしても、俺にはこの方法以外選べなかった。逃げるな。匠が今朝奴らに嫌がらせをされたのは俺のせいなんだ。え？俺が匠を好きだと高林が知ったからなんだ。ねえ、キイ、一つ聞いてもいい？なんだ？離れてる間、キイも辛かった？ああ。俺の匠への思いは以前と何ら変わりないんだからな。じゃあ一人で背負わないでくれよ。ギーが背負ってる荷物僕にも分けてくれよ。匠、見くびらないでよ、ギー。僕、嬉しいことも悲しいことも辛いこともいつだってギーと分かち合いたいんだ。愛し合ってても別々の人間なんだから、全く同じ考え方なんかできない。でもそれだからこそ、いろんなことゲイと分かち合っていきたいんだ。匠、愛してるんだよ。Thank you.
俺は匠が好きなんだ。お前以外の誰でもない。後悔したくないんだ。匠が好きだ。俺を嫌いじゃないだろう。嫌いじゃないよな。たくみ、
俺と匠が付き合っていくということは、これから先もたくさんの人たちを欺くことになるかもしれない。でも時も俺のそばにいてくれ。俺のそばで共犯者になってくれないか。それってなんかプロポーズみたい。はぐらかさないで答えてくれ。いいよ、ギー。共犯者になってあげる。ずっとギーのそばにいる。